はい、どうも皆さん、トライアングルです。ですね、今回はちょっと前回というか昨日かもしかしたら一昨日にこちらチュートリアルで、まあ新、スキンというかね、あのもう手に入ることがない幻のスキンが出ますよっていう、出るかもしれないって話をしたんですよ。こちらですね。ごめん、こちらじゃないです、ごめんなさい。はい、こちらパンダヒロシ、パンダヒロシで、で、なんかその、まあ、これね、なんか、どうやら、おそらく没作品なんじゃないかとは言われてますけどね。このニーハオも、伸ばし棒じゃなくて、ニーハオなんで、普段はね。あの、伸ばし棒じゃなくて、イのニーハオだったんで、まあ、おそらくこれが没になったんじゃないかなと言われておりまして、あとやっぱりこのガスマスクも、どうやら、まあ、制作者というかね、まだこれ、まあ、サンプルだったのかな。まあ、プラス5秒じゃなくて、プラス10秒。だから多分ミスなんじゃないってなったんですけど、で、コメント欄で見かけたのが、もう一体、パンダヒロシの他に、もう一体、幻のキャラクターがいますよ、と。はい、もう皆さんわかりますでしょうか？感度鋭い方はわかりますね。そうです。校長先生。そう、あなただ。なんかね、いるんだよね。これも、なんかね、多分、まあ、先生、あの、ヒカキンじゃない、ごめんなさい。なんでヒカキン編じゃなくて、青鬼3で、校長先生編があったんですよね。まあ、そのスキンを今使ってるわけですよ、おそらくね。だから、その先生っていうのは、SS ランク、もしくはマスターランクの報酬で出てきたんで、今後、校長先生が出てくる可能性はなきにしもあらずかなと。でも、おそらく僕はボツになると思ってます。ボツというかね、お蔵入りになると思ってます。その理由が、先生が出てきたのって本当にリリースされた当初なんですよね。言い方悪いですけど、ちょっと探り探り。まだ青鬼オンラインちょっと力入れてないんじゃないかな、みたいな。その時に出てきたんで、で、そっから、その今回ドラキュラしかり、結構そのランク報酬を豪華なものというか力を入れてきてると思うんですよね、運営さんも。ゴールドたけしにしたりとかね。だ、今更ちょっと校長先生にしないんじゃないかなっていうことで、もっとなんかすごい、そのガチャのイベント、ハロウィンガチャだったらドラキュラ。で、次のクリスマスとかだったらもしくはサンタさんとか。そういうスキン、ちょっと力を入れてくると思うんで、多分お蔵入りになりそうだよね。幻、もうそれこそ幻になりそうな気がします。はい。という、長話をしたところで、じゃあ、早速、やっていきましょうか。ランダムマッチ。で、校長先生っていうことで、まあ、校長先生っぽいキャラクターでいこうか。校長先生っぽいキャラクター。校長先生。君だ。いや、校長先生といえばね、意外と隠れマッチョとかありそうじゃない？アナウンサーの草野仁さんとかもさ、なんか見た目わかんないけどめっちゃマッチョやん。あ、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。マスターが一人だけかな？オッケー。じゃあ行きましょう。よろしく。え？小林純也2年どういうこと？でも、マッチョヒロシがおるね。いいね。羨ましいね。一緒に頑張ろうではないか、小林純也2年さん。ちょっと待って、なんかもうグリーンの男にさ、なんか手が生えてんだけど、怪力みたいになってんだけど。さて、ここ取れるか？取れない。小林純也に取られていくガスマスク。待て、ここはもう取られ、あ、まだいける。よしよし、いいぞ。ここで私も取ろうではないか。そうか。さっき取ってればなぁ。さっき取ってればガスマスク。危なかったです。今のは危なかったです。もう飛ばないでくださいね。ここで取るのはそう。大丈夫。絶対大丈夫。大丈夫。無事だから。大丈夫。何もない。大丈夫だ。大丈夫。ここでもちゃんちゃんならなければ勝てる。いける。大丈夫ね。オッケー。ふぅ、オッケー。あとは、ガスマスクを、ちょっと漁るような、簡単なお仕事になりますね。まだ1体なんでね。まあ、こっから2体目が出てくるけど、その落ちてくる場所は、マッチョヒロさん、ちょっと並ぶのやめてもらっていいですか？毒ここか。なるほど。結構早す。あ、レア鬼。果たして、ハロッティなのか、コウモリ鬼なのか、それともヒカキンさんの青鬼なのか。コウモリ鬼だね。コウモリ鬼来たな。こっち来た。うーわ、だから瞬間移動やめてください。やめて使うさい。
お願いします。だから、君よくついてくるね。ちょっと君、トライアングルさんのストーカー気質がありますね。オッケー、撮りましょう。ちょっと待って、ストーカー気質だね、この子。ちょっとストーカーっぽいな。大丈夫か？いけます？いけます？ちょっとしつこいですね。ちょっとしつこい男は嫌われますよ。やめてください。いいですか？そうですね。オッケー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 。よし、いただきマモス。大丈夫。私がもらおうではないか。ここで取るのはそう。ガスマスティングでもないです。ちょっと待てよ。どっち行こうかな。これガス毒が多分もう回ってるか。まだ回ってないか。あーでも回ってんなー。いやー。あ、今ここ行ったらやられる。いや、行けるか。行けるな。いや、行けない。行けない。ここね、行き止まりなんですよ。行き止まりだから、もし来た時がやばいし、ちょっとごめんな。ディナルドさん、ちょっといただきますよ。まずいですね。ガスマスクが来ませんね。海賊王さん、あなたももしかして探しているのは、ガスマスクではありませんか？そんな気がしますね。いただきます！あれ、ちょっと待って、固まってる。大丈夫か？ちょっと重いね。ちょっと重い。待って。重いときあんまり動かない方がいい。いや、これ重いな。大丈夫か？やばい、ガスマスクない状態で行かないといけないっぽい。ちょっと待つか。ここで。いただきます！ガスマスティングではないです！ちょっと待ってください。待って。ここでラスト1回。ここで僕はガスマスクを引く。もう絶対、もう神に使って。引かなーい。ちょっと待って。待って。僕の大好きなクラーリネット。パパからもらったクラーリネット。でもそんなに大事にしてないっつ。ちょっと待って。いきなり永井雄一郎のモノマネをしたところまではいいんですが。あ、これ漁れる。漁ります。やったぜ、ガスマス！いいぞ。これは勝機が出てきた。でもあんまりガスマスク消費したくないけど、それを、ガスマスク消費、嫌って、やられるのが一番いけないから、ここで待つ。来るか。あい、使っちゃった。使っちゃったな。じゃあちょっとガンガン使ってっか。一回使っちゃったからにはね、もう多分、どんどん消費してっても変わんないんで。さあ。ガスマスクを持って、あ、でも、僕だけか、ガスマスク持って。てぇ！うわ、今のごめん、ミス。我、ミスをしました。許してちょんまげ。よし、それじゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。今回、カボチャで行きたいと思います。さて、これ19バグだね。これ19バグですね。まだあるんだな、やっぱり19バグ。前ね、レベル97で、マスターランクのコングの方がいたんですよね。要は、ランキング1位の方。虹色っていうか、オーラがついてて、ランキング1位だった方が、コメントをくださいまして、いつも動画見ておりますと、はい。ありがとうございました。はい。本当に対戦、またね、対戦がありましたらよろしくお願いいたします。そして、トライアングさんに青逃げのコツを教えてください。ララスカイトゥル！こういうことを言っとるから、青逃げできないんですよって言われたら、青逃げ諦めます。もう青逃げできなくても僕はね、ガスマスティングとね、ローラースケートは言い続けたいんですよ。そう、ガスマスティングってこういう感じでね。今ごめんね、ちょっと深夜のね、1時なんで、ちょっとあまり大きな声のね、ガスマスティングが言えないのがやっぱり僕の中でちょっとすごい心残りなんですが。やはりもうね、そういうことはあまり気にせずにね、ガンガン言えるような、環境を作っていきたいと思いまして、トライアングルさん家を買うということでね、はい、さらっとすごい重大なことを言うっていうね。よし。完全に、ここにいたらバレない的な感じない？この、このカボチャの、あれ、オブジェでござるみたいな。この今、右上にあるようなあのさ、飾りのさ、カボチャと間違えてさ、いないかな？こうやってやって青鬼ちょっと間違えたりしない？なんかいたぞ、カボチャも、なんだ、オブジェかって。行こうとしたけどさ、もう若干もう毒来てるから無理なんだよな。で、今回多分ね、ちょっとボット多いと思う。こうやってやる？こうやってやっとく？多分今回ボット多いから、宝箱も結構漁り放題だと思うんだよな。でもあれだよね、宝箱僕、ちょっと待って。やばい、危ねえ。目つけられた。やばい、カボーニパイセンに目つけられた。ちょっと待って、二人いるんだけど。待て、お前の席ねえから状態か？大丈夫。落ち着け。
どっから来る？ここの二つの宝箱取っていくか？いや、でも二人いるからな。ちょっと競争率上げそうだな。いや、安定してちょっと宝箱をずっと取れるっていう、そんなバグないかな。1時間ぐらい宝箱をずっとなんか漁り続けれて、かつ青鬼ゲーム確実にできるっていう、そんなバグないですか？何、一瞬なんか音がしたよ。一瞬音がしたよ。お母さん？ローラースケート？お母さん？大丈夫？来たよ。来たよ、カボーニ先輩。渡す、ちょっと、先ほど恥ずかしい負け方したんで、できれば、青逃げしたいところなんですが、なんで、なんか音だけするんだけど、どうした？なんかあった？これ何、透明になってる状態ですか？レイスくんですか？デッドバイデイライトでいうレイスくん的な状態？今回は、やっぱりこっちか。いや、どっちだ？あそこ、あっちに行ったのか。なるほど。これ取れる？取れませんでした。あれ、重なってんな。重なってるか？最終地点ここっぽい。ってなると、いや、あっちか！ん？最終地点、ちょっと待って、こっちっぽくない？こっち行こう。やばい、ちょっと待って。毒に侵される前にこっち行っとこう。最終地点ここっぽい。よしよし、いいぞいいぞ。は？はい！ごめん！カンタくんごめん！動けませんでした。誰だ、こんなところに透明の机を置いたのは。先生悲しいぞ。おい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 、まずいね。ちょっと2連続でこの不甲斐なさはちょっと厳しいんじゃないか。じゃ、トライアングルさん、ちょっとあなた腕落ちましたね。もうトライアングルさんのリスナーやめますっていう方が続出するぞ。大丈夫か、トライアングル。大丈夫です。自信があります。次、青逃げする自信があります。言うだけならタダです。行きましょう。さあ行くぞ。さあ、出てきてくれたまえ。来ましたね。カメックス。とりあえず、あ、でも、マスターいなかった。これは皆さん、断言しましょう。青逃げします。タダ。行きましょう。よろしくお願いします。さあ行くぞ。ここで、早速、ガスマスティン！よーし、これは勝ったぞ。俺は勝ち申した。もういらね。もう宝箱なんかいらね。嘘いる。ちょっと待てよ。でもここにとりあえず居座るのがいいな。ちょっと今回ちょっとガチで青逃げ狙っていいですか？その面白さとか。もうそこら辺ちょっとね、青鬼と追いかけっこした方がいいから。ちょっとワールドってかね、ステージちょっと回ろうかみたいな。ちょっとそういうのなしで、一回ガチで青逃げするっていう動画を撮っていいですか？だとしたら、もう本当にあれなんですよ。もう、隠密作戦ですよ。もう、青鬼に会ったらもう即逃げます。もう即、もう、来た瞬間にもう、せこいことしますよ。もうガンガンロッカー入りますから。ガンガンロッカー入んないな。逆にロッカー入ると弱いからね。最初はね。本当に残り3、4人ぐらいになった時に、その、パッとロッカー入るのが強いとは思うけど。さて、この伊達男さんが若干、瞬間移動というか、やられた状態のまま瞬間移動してますね。まあ、これは多分、時期に消えるのって、いいんですけど。あのね、怖いのが、この倒れてる状態で動いてる分にはいいんですけど、そっから、むくって起き上がる時があるんですよね。要は完全にまた復活する。その状態で、最終地点残られると、要は毒ガスの時にゼロのまま止まる現象が起こる可能性があるんで、そこが怖いかなとは。思うんですけど、この金髪鬼は特に、確か、その一直線で攻撃してくるとかもないから、全然余裕。だからこのステージ、ちょっと気楽なんだよね。その、まあ、フワッティ来たら知らないけど、クモ鬼とか、キバ鬼とか、そういうのは、なんかいきなりスピードマックスにして、ブワンって早く突っ込んでくるんですよね。チビ鬼とか。だからこのステージはそんなにあんまり怖くない。うん。まあでも、その、あんまり、その、一直線で走ってこないブクブク鬼とか、その、は、結構ステージが厄介だから苦手。だから結構僕が得意なステージはここと、あの、氷鬼がいるところ。あそことかも結構逃げやすいところで、かつその、なんだろう、一直線上になった時に、その瞬間移動っていうかね、その、高速移動してこない青鬼なんで、結構、取られますね。わかってましたよ。で、ちょっと待って、毒霧の位置を、あ、これ今回ここだな。
今回はここですよ、さすがに。最終地点。そんな気がする。いや、でもあそこ取りに行ってる間に、青鬼が来るのが一番怖いから、ちょっとあそこには取りに行けない。あそこね、取りに行くとね、戻ってくるときに青鬼のジャンジャン音がしたらね、一直線で青鬼が来たときにもう、やられるんですよね。ぐるぐるするところがないんだ、あそこ。あ、でも、今あれか。今は、いや、無理か。ちょっと見に行っていい？できないもんね。これぐるぐるできないもんね。うん。それが怖いんで、あんまりあそこには行きたくない。で、こんだけ人数になってくると、もうあとはね、もう、ここにしか人がいない状況だと、真っ先に青鬼はこっちに飛んでくるんで、青銭市場来たね。これ、ちょっと待って。レア青鬼めっちゃ引き連れてきたんだけど。超大渋滞なんだけど。大丈夫か？これでも重なってるから何にも問題はない。こういうね、やっぱりちょっと青鬼の知能があれなんでね。で、こういう、今、僕のプレイ最悪です。はい。ちゃんとインコースついていかないと青鬼にどんどん詰められるんで、こうしないといけない。こう。危ねえ、ちょっと待って、今、詰まった。あぶねえ。あ、やばいっすね。これやばいっすね。あー、これダメです。待て。大丈夫、インコースついていけばいいから。ちょっと遠回りしちゃうと、本当に、詰められるんですよ。距離を。すごいね。それがいけない。大回りするとちょっとずつ詰められるけど、とりあえずここでローラースケート取りたい。ガスマスか。できればローラースケートがよかった。来た。ハロウィン！よろしくお願いします。あ、そして二人、竹丸さんか。いや、これは、ダメだ。あー、通んないといけないのか？いや、いけるか。これできればガスマスク通りたくない。通りたくないから、ここでぐるぐるしよう。ここだ。他の人はガスマスク消費しちゃってると思うから、今ね。僕だけちょっとガスマスクを消費しない戦い方をしたいから、ここでぐるぐるしよう。いいぞ。固まってくれてるから、囲まれることもあんまりない。で、最後に、毒ガス勝負になったら、ロッカーか。いや、そろそろダメだな。ここでもう使っちゃって、で、この竹丸って、もう一周しよう。一周して、残り二人になったらロッカー作戦だ。あ、オッケー。これであとはロッカーを、入り直せば僕の勝ち。大丈夫。ここで、あー、わかってるか、わかってるね。なるほど。あ、うまいですね。なるほど。こうやってやって、稼ぐと。わかりました。で、これ来るでしょ、また。はい！ごめんな。ありがとうございます。よし。まあ、このステージはまだ戦いやすい。ごめんなさいね。最後の一人になったら遠慮なく、ロッカーは狙わせていただきますので。はい。ふぅ、また。はい、ということで今回は、まあ、幻の、校長先生がいますよっていう話なんですが、おそらくね、この動画を投稿してる頃には、もう次の、ガチャが確定してると思います。はい。もう新イベントになってると思うので、まあ、おそらく SS ランクは確定なんですよ、僕。まあ、さすがにね。で、今、青銭が4000枚で、かつ、獲得できる報酬で、SS ランクで2000枚もらえるので、6000枚になるわけですよ。で、6000枚の状態だと2回引ける、20連引けるので、まあ、20連引きます。で、さらに、課金2、3万するので、3万円かな？ 2 万かな？どっちかわかんないですけど。まあ、出なかったら3万とかかな？いいのが出なかったらね。で、またそのイベントの時に、ガチャ引きますので、よろしくお願いします。で、まあ、多分明日、新イベントかなんかが出てきたら、5時とか、そこら辺にちょっと青鬼オンラインの動画をがっつり出すと思いますので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。っていうか、もうその頃にはもう投稿してるわ。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。